マッサージチアコ型電気マッサージ機、ハンディタイプハンディタイプ電気マッサージ機とは、電動で、アンマ、マッサージの代用をする一群の医療機器を指す、形式、作用によりいくつかの分類が存在し、かつ家庭用と治療用が存在する、マッサージャー、アンマ機と呼ばれる機械の総称である。なお、マッサージ機には電気を使用しない器具も存在し、法律上も、 動力の限定をせず定義されている分類も存在する。家庭用、治療用をともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する、法律において示されている、医療機器にあたり、製造、販売には許可が必要となり、また製品ごとに製造承認を必要とする。また、厳格な法的定義があるため、未承認の製品についてはあんま。 マッサージ効果を謳うことは禁止されている。家庭用電気マッサージ機類は以下の4分類が該当する。いずれも医療機器のクラスは、クラス2、GHTF ルールでの分類は9。販売に関しては販売管理者を必要としない特例が適用されている。使用目的、効能または効果は、あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。である。 医療機器の一般名称とコード、およびその定義は以下の通りである。家庭用にのみ、専用設計された電動の器具を言う。例えば、ヘッド部または他の形状部分が振動し、それを手に持ち治療目的の身体部位全体をなぞることができる。振動ヘッド部は大きさや型の異なるものに交換可能である。空気圧による圧迫機能またはもみ機能を持つものもある。 体の筋肉組織を刺激、マッサージするためにも用いられる。家庭用に飲み、専用設計された空気圧だけで動く器具を言う。家庭用に専用設計された吸引生成器具を言う。ユーザーが利用することができ、治療処置をもたらす。体の筋肉組織を刺激、マッサージするために用いられる。吸引カップまたは異なる構成部品からなる。 病院及び施設での使用には適していない。使用時に、筒先端面と針先が、肌面に、辛い地状態に接触して振動する機器を言う。保護道内に、複数本の針を備える。この他に、他の医療機器の機能を組み合わせた、複合医療機として承認されているものもある。治療用マッサージ機類は、用途、用法別に細かく分類されている。また、 実質電動もしくは電気による制御によって動く。機器が大半だが、動力は電気と限定されていない。いずれも、医療機器のクラスは、クラス2、GHTF ルールでの分類は9。販売に関しては高度等管理医療機器の販売管理者資格を必要とし、また取引に際しては、個体別管理を求められる。前期の通り、公用は各分類別に分かれているため、 一般名称とコード、分類上の定義の見下に示す、ベッドまたは椅子に設置して、用いるよう特別に設計された、電動式装置を言う、他の機能を備える適切なベッドまたは椅子に内蔵する、ものもある。ベッドまたは椅子を使用する人に、マッサージ治療効果を与える、体の頭痛を緩和する等に有用である、施設で用いることが多く、通常、 在宅用として作成されていない。電動式の他に、水圧式もある。静脈疾患の非侵襲的治療に用いる用品を言う。静脈の血行を促し、筋肉活動を模倣する。患者の腕または足に逆圧を加えるのに用いる。通常、足の不腫の治療に用いる。本品は、シングルチャンバの空気圧ストッキングである。チャンバ全体が膨張、収縮し、 周期的に死の加圧と減圧を行う、静脈疾患の非侵襲的治療に用いる用品を言う、静脈の血行を促し、筋肉活動を模倣する、患者の腕または足に逆圧を加えるのに用いる、本品は複数のチャンバがある、空気圧ストッキングであり、足または足首から始まって、ふくらはぎ、太もものチャンバにかけて、各チャンバが蓄次的に膨張、収縮する、 異なる時点で、各チャンバに同じ圧力が加わるものや、足先のチャンバほど大きな圧力が加わり、足の上部になるにつれて圧力が小さくなるものもある。静脈疾患の非侵襲的治療に用いる用品を、U。専用の圧迫ユニットと共に用いる。患者の腕または足に逆圧を加えて、静脈の血行を促し、筋肉活動を模倣する。死を圧迫し、 貯留した水分を循環系に戻す特別な膨張式ストッキングまたは服である各種のデザインがある振動ヘッド機構を備え手に持って治療する身体部分を移動させる空気圧式装置を言う振動ヘッドは様々なサイズ及び形状のものと交換可能である体の筋肉構造を刺激マッサージするためにも用いる呼吸療法及び 物理療法に用いるものもある。通常、病院または施設で用いるものであるが、医師の指導のもとで在宅でも用いる。広範囲において、マッサージ治療効果を得ることを目的とした努力を、備えた、電動装置を言う。振動ベルトまたは、体と接触する他の機構を利用する。体の筋肉構造を刺激、マッサージしたり、物理療法効果を得るために用いる。 病院または施設で用いるもので在宅用には適していない振動ヘッドを備え手に持って治療する身体部分を移動させる電動式装置を言う振動ヘッドは様々なサイズ及び形状のものと交換可能である体の筋肉構造を刺激マッサージするためにも用いる呼吸療法及び物理療法に用いるものもある通常 病院または施設で用いるものであるが、医師の指導のもとで在宅でも用いる。一般に、電気マッサージ機は、振動による刺激を用いた機器のイメージが強いが、このタイプは一部に分類され、現在流通している。全種類の中ではごく一部となっている。製品形態での分類機構的な特徴による、分類2016年1月21日、独立行政法人国民生活センターは、 記者会見を開き、家庭用電気マッサージ機による危害体調を改善するつもりが悪化することも、特に高齢者は注意が必要という発表を行った。これは、近年5年程度の消費者からの相談事例の集計から、近年電気マッサージ機の事故に関する相談が253件あり、うち19件に関しては頭痛、腫れ、骨折といった、 重篤な症状を伴ったという内容であった。代表的な事例の内訳は、下の通りである。なお、今回の代表事例には、手持ち式と振動タイプは、今回含まれていない。一部事例に関しては、原因を特定できる詳しい状況が記載されているが、あるじには二つの傾向に分類される。ほとんどの事例は、使用者の使用方法の無理解により、起こっているが、数件に関しては、 販売会場や指導員のいる場所で起こっており、それを受けて販売業者への実態調査を行った上での発表となった。今回の発表は、従来より業界団体が事故を受け啓発活動を行っていたマッサージ機の適正使用に関して数字として裏付ける結果となった。ありがとうございます。